465型と377型395系サウスイースタンは、イギリスの列車運行会社で、ロンドンを起点に、南東県都市へと向かう、電車路線を運営している。正式車名は、ロンドンサウスイースタンレールウェイリミテッドだが、ブランド名としてはもっぱら、サウスイースタンが使われている。2006年4月1日より、ゴビア車の下での営業。 ゴビアはロンドンなどバス運行を手掛けるゴーイコールアヘッドグループとフランスの公共交通運営会社のケオリーズの合弁会社である。現在サウスイースタンが運行する路線はイギリス国鉄民営化前はネットワークサウスイーストの一部分であった。民営化に伴い1996年よりフランス系のコネックスがコネックスサウスイースタンという名前で営業していたが 2003年11月9日、戦略鉄道庁は、コネックスの財務面の問題を理由に、フランチャイズ運行契約を打ち切った。その後は、戦略鉄道庁直轄のサウスイースタントレンズとして、新しいインテグレーテッド県とフランチャイズの運営事業者が決まるまで事実上、再国営化された。このインテグレーテッド県とフランチャイズの競争入札には、ゴビアのほか。 バス鉄道大手のファーストグループ、デンマーク国鉄とステージコーチの合弁会社、NAR 香港 MTR の合弁会社が入札に参加した。ロンドンのロンドンビクトリア駅、チャリングクロス駅、ブラックフライヤーズ駅、キャノンストリート駅をターミナルとし、南東部のケント州やイーストサセックス州へ向かう路線網を有する。2009年の12月から、 ロンドンのセントパンクラス駅から CTRL を通り、アシフォードやケント州の湾岸沿いへと向かう高速列車を運行している。使用車両は日本の日立製作所が製造した395型で、高速新線では最高速度時速 225km で運転されている。2012年のオリンピック開催時は395型による会場シャトル輸送列車。 オリンピックジャベリンが運行された。ありがとうございます。